DVD で好評発売中。スタジオジブリ最新作アーヤと魔女、絵コンテやキャストインタビューなどの特典映像付きブルーレイ &DVD が発売中。お求めはローソン店内のロッピーから。さらに三鷹の森ジブリ美術館ではアーヤと魔女展も開催中。予約制のチケットはローソンサイトよりチェック。君へのミッション、それはホンタポイントを効率よく貯める方法を見つけ出すことだ。見つけました。それはAU Pay。 対象店舗で AU Pay アプリでポンタカードを提示するとポイントがダブルで貯まります。ダブルで貯まったポイントはチャージして使えます。もっと詳しく AU Pay で検索を。2人で何お笑いをやってた。あ、もともとそうですね。そう、はい、ですね。なんか聞いたら恵比寿に、はい、渡辺のコメディスクールってとこがあって、はい、でそこに2人で、まあ、通ってた、まあ、20歳ぐらいの時なんで、もうでも勉強、そうですね、お笑いの勉強をしてたというか、まあそうね、学生になるんですよね、お笑いの養成所なんで。そう、お笑いを、はい、そうなんだ。そうです、そうです、はい、そう、笑いを学ぶんやな。そうだね、うん、でやっぱり真剣にそういうとこをやっぱり通ってかないとその後になんかこうプロの芸人として、うん、テレビに出たり、ね、テレビに出たりってことがほぼできないので、うん、そういう多分時代だったと思うんですけど、そうだからオーディションで行く人もおれば、ね、学校でお金を払っていく人もいて、うん、ね、今もで、ね、まあ、まあ今もこう、まあ、一緒に、動画を作ったりとか、はい、彼がしてくれてて、こういう見せ方がいいんじゃないかとかっていうのは、うん、いつ仲良しになったんですか2人は。うん、うん、中2の時仲良くなって、はいはい、でそれちょっとなんかこうプロレスが好きやったんですけど、うん、あ、そう、蝶野とか天山とか橋本とか、はいはいはい、そういうのがすごい好きで、でも全然いなかったんですよ友達が。そうしたらプロレス好きだね、プロレス好きがおるぞって聞いて、はいはい、話したら結構してたんで、あ、その当時はそう、はいはいはい、プロレスを、そう、プロレスでちょっと仲良くなって、はい、そっからそう、そうですね、そっからもう今に至るっていう感じやね。そうそうそう、ガッツザックじゃあもう付き合いとしては20年。そうですね、25年とか、まあ、倦怠期もありましたけど鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は本当の綿 100% のシャツを目指し、生地だけでなくボタンやタグ、縫い糸も綿製にこだわった、本当を追求していくこの過程こそが大切で素晴らしいものだと一つのものづくりを通して教えられましたと語る、岐阜県にある山田縫製工場の山田正樹さんをお迎えして、ものづくりへのこだわりについてお聞きします。この対談は鈴木さんのシャツを一から作ったことがきっかけで実現しました。出演は他に山田さんの友人の岡田孝久さん、そして鈴木さんです。まあその彼と一緒にまあこう芸人になるためにまあ東京に出てきたんですけど、まあその時まあ実は僕あのちょっとあの書いたかもしれないですけど、僕はもうちょっと罰が2回ついてまして、はいはい、それで1回目の離婚の後にもう彼を誘って、もうお笑いやろうって言って東京に出てきたんですよ。そうなんですね、はい、でね、そう誘ったんやけど、はいはい、僕から誘っときながらで、まあ、こっち来たら来たでなんかこうちょっとなんか女に狂ったなお酒飲んだりとかそういうことばっかりしちゃって、でまあ彼がちょっとね、そう、あきれ、あの、そうやね、あきれた、切らしてね、そう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 、はいはいはい、でまあちょっとこう解散しちゃってってことが、解散、それでね、そう、はい、僕がもう夜逃げして、はい、もうついてけんってなって、そうやね、はい、いきなり、よかったんだ、もう遊んで、やっぱり結婚してて1年間なんか何もできなかったっていうのもあったと思うんですけど、東京来てもう首輪外されたもう犬みたいなもんでもういろんなとこも夜も帰ってこずまあ、まあ、次の、まあ、ライブがあるのに帰ってこなかったりとかして、そうね、そうでしたね、でネタ一応ね2人で考えてたけど基本僕がまとめてたんで、ね、そうだからなんか誘ったのにこれと思ってそうねそうそうですよね、あの時ね、で僕は一人で東京は出たかったんです、あの高校出て、うん、だけどちょっとお金なかったんで、はい、2年間バイトして200万貯めたら行こうと思ってた時に、うん、お金貯めて、うん、そうなんですよ、離婚して
で結婚高校の時にね、そうですね、高校卒業してすぐにまあこう、はい、結婚して大事なとこあるやん、高校の時に妊娠したんや、まあ、そうですね今まあよくあるこうできちゃったみたいなよくねえぞそれはあんまりないぞ高校大学中はそういう過去があってそう、それで、ね、そう、うん、まあいろいろ今、はい、子供もいるよね。いますいます、はい、あ、そうなんだ、はい、もう結構大きくてもう15歳そうだよね、そうなるよね、はいはい、あともう一人おるやんな、武将みたいに、まあそうやね武将みたいにいろんなとこにこう子供を置いてるやんな、いやいやいや、そこまでね、まあまあまあもちろんそう2回してるんで、そう2人とも、ね、そうなんですよ、そういう過去がありますね。岡田君の方は、はい、その間東京にいたの？あ、7年間いて。7年もいたんだ。はい、でもう一回やろってなったんです、さっき言ったみたいな、気持ちを入れ替えて分解からまたもう一回合体したんですけど、うん、マジンガー Z みたいに合体したけど、うん、やっぱりまた違うことで、あ、まあ、そう、またちょっと、ま、なんかこうまだあれやった、物心ついてなかったよな、ま、25、6の時ね、そうですね、そうで、それで仲悪くなって僕もちょっともうここにおってもしょうがないかと思って、はいはい、東京から岐阜に一回帰ってで、それは彼もちょうど同じ時期に帰ってて、はいはいはい、何ヶ月何年かな、1年ぐらい連絡取ってなかったところで、あのスタヤビデオ屋さん、ね、で駐車場出会って、バッタリ、バッタリ出会った岐阜のスタヤでたまたま会って、そうで話してて、はいはい、なんか面白いねってなって、うん、もうちょっと今やってないんですけど、うん、何年ぐらい撮ったかな、もう7、8年、8年、9年ぐらい、8年9年ぐらいただ2人だけでずっとただ喋るっていう YouTube をやってたんです、あ、そうそうなんです、はい、そう、無駄の場って言って、うん、無駄の場所でただ無駄の話しかしないっていうことでまあね、それでそれを別に大きく広げるわけじゃなく、なんか自分たちが今まで何喋ったかとかを、うん、記録しときたい、記録しときたいっていうのを、まあ、ずっとやってて、であの時こういうこと言ってたよねっていう風に遡れた方が、あ、そっかって またそこに戻れるというか、それはすごい大事だなと、はいはい、思ってね、でそれ喋ってる様子を自分たちで見て、そう、満足するみたいな、満足するっていうだけなんで、うん、回数が伸びたりとかそういうのをなんか頑張ってやってるわけでもなく、うん、そうだよね、ずっと喋ってましたね、自分を見て、え、そうそうそう、めでる、自分をめでるみたいな、そう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 、でもあのシャツを作るっていうのはね、はい、なんかいただいて本当に ありがたかったんだけど、あれはどうやってなんていうの身につけたっていうのか、あれはもともと僕の遡っておじいちゃんの代からうちは縫製工場をやっていて、山田縫製で、そうですそうです、うん、でおじいちゃんの代からまあその時に自分の父親がおじいちゃんのところに、まあ、養子として入ったんですよ、うんうんうん、で養子として入ってそこから父親が独立して、うん、もうちょっと大きな工場にして、うん、でそれをまあこう今現在に至るまでに、まあ、ちょっと縮小させて今僕の代になってるんですけど、はい、でまあ僕にまあなんていうんですかね、こう継がれたというか、でまあ僕もなんでしょうね、なんかこうずっとお笑いばっかこうやって彼とやってたりとかそう、何も自分が手に職じゃないですけど、うん、作れることもないですし、じゃあその時になんかまあ始めたのが一回岐阜の玉宮っていう場所で、まあ、自分の、まあ、ある種オリジナルのブランドとして服屋さんをやってたんですよ、2年間だけで、2年間だけやったんですけど、なんていうんですかね、やっぱり全然売り上げもうまくいかないし、あとこう、まあ、デザインっていうものを何も知らないのになんとなくでこうやっちゃってきてて、経歴離婚だけ、そうですね、何か卒業はないでそうそう卒業何もなく独学するなんか時間もなく、なんとなくもうそれも勢いで、まあ、始めちゃって、けど映像を見るとね、ミシンとか、あ、そうですね、その後改心したんだよね、2年間お店やってやっぱうまくいかなくって一回我に帰ったというか、そうですね、もう一回初心に戻って、うん、どんな服を作るべきなんやろっていうのを考えて、ずっとこう話し合って話し合って、ね、で会ったら僕たち結構 3、4 時間話すんです、うん、そうね、でずっと話し話して、じゃあ自分がやってたお店は嘘が多かった、うん、そうそうそう、じゃあもう嘘がないものを作ろうって決心して、うん、白いシャツであのボタンも全部面で、ね、胸ポケットも何もなくって、うん、ストンとしたもう本当にもう 無じゃないですけど、うん、何もないものを作って、うん、で面 100% っていう、まあ、うん、自分の ね今までの過ちを悔い改める、はい、うん、でそれで2年間、うん、まあ その話ね、まあそう、うん、さっきの、まあ、お店は2年間やったんですけど、その時になんかやっぱり自分が
やっぱデザインするとかそういう能力もないし、自分にはできないってもう分かっちゃったんですよ。で、接客は別に原曲できるんですけど、その後にじゃあ企画してこれからじゃあシーズンがこうだからとか言って新しいデザインをこう取り入れてとかやっている自分もなんか全然どっか納得してなくて、ずっとピンとこないんだ。ピンとこなかったんですよ、うん、でその中で見えてきたのは、結局自分が今何やってるかと思ったら、なんかこう売り上げを上げるためだけにものづくりをしてるというか、あになっちゃってる自分にどっかで気づいてて、はい、まあ、2年間やったうちの大体最後1年半ぐらいの時に気づき始めてて、でその時にはもう売り上げも全然良くなくて、まあ、親父とかがお前これ大丈夫かというまあ声もあって、でそこからいろいろ考え始めて、やっぱりこんなままでただ単にこう服作ってそれを売って売ってっていうことをやってるのって、これって果たして自分にとってもとか、まあ本当にいいことかどうかっていうのが分かんなくなってきちゃって、だったらもう2年でちょうどあの賃貸契約も終わるんで、借りてた場所もそこでもうやめようってなって、でちょうどその時がまあ30歳だったんですよ。で30歳の鏡原で、鏡あの岐阜市ですね、岐阜市の岐阜駅の目の前に飲み屋街があって、玉宮っていう、もともとは結構ショップ多かったんですけど、今潰れちゃって、はいはい、もう飲み屋街で今やってるんですけど、そこで一回出したん、ね、そう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 です、そこでやって、まあでそこでまあ店を辞めて、でその後にまあ彼とこういろいろ喋りながら、まあ、自分はこう思ってるとかっていうのを、まあ、彼にこうずっと聞いてもらって、でその中から見えてきたことにまずちょっと自分が本気でこれ向き合わないと、多分自分の人生はもう終わるなと思って、うん、はい、でそうしないと、じゃあ今まで持ってたモヤモヤをもう払拭できないし、きっとこの先本当にこの父親の後継いでとか自分の代にもっとなってった時に長くは続かないだろうってちょっともう思ってしまったんですよ、うん、だったらもうそこで服自分で勉強するしかないと思って、うん、でまあ、どっかの学校に行ったわけでもないんですけど、まあ、もちろんうち縫製工場なんで、親父が技術知ってたりとか、もちろんスタッフが技術知ってるんで、うん、まあ、そこにもう一回ちょっと教えてもらいながら、で、あそこで勉強し直したんだ。そうです、そうです、はい、まあ、もちろんプラスその仕事の中で見えてくることもいろいろありますし、やらなきゃいけない。それは何、シャツだけ専門に作る会社だったんですか。違うんですよ、うちはじゃなくて。そうじゃないです、もうレディース、まあ、メンズも軽いものもそうなんですけど、うん、まあ、レディースのアイテムでもう大体オールアイテム作る会社なんですけど、うん、まあね、でもまず大体なんか物を作るときに勉強するのは多分シャツなんですよね、大体が一番こう、うん、あ、そうなんだ、はい、なんかこう T シャツとかだとちょっとミシンとかが全然うちの設備とは違うんで、うん、でまず僕らの会社ができるって言ったら、まあレディースのブラウスとかシャツとか、まあ、メンズのシャツとか、うん、でもそのドレッシーななんかこうなんですかね、こうフォーマルなシャツとはまた全然違って、うん、もっともっとこう柔らかくて、まあ、ドレープとかっていうか、もうこう生地の流れがなんか特殊だよね、ちゃんとしたやつだもんね。あ、ちゃんとしたやつです、はいはい、もちろんもちろん、はい、そうですそうです、なんか既製品のいわゆる既製服とはちょっと違うよね。あ、そうですね、もちろん会社でやってるお仕事いただいて受注してる服は、うん、あのブランドさんとかメーカーさんの既製服なんですけど、うん、それをやってる中でやっぱ見えてくることとか、うん、もうちょっとこうした方がいいよねって、まあ、例えば僕らこう技術者、まあ、会社の側で思うことと、まあ、ブランドさんが求めることってやっぱ全然違ったりもしますし、だったらもう僕らだったらこういうことの方こうした方が綺麗だよねとか、うん、こう見えた方がいいんじゃないかなっていうのを、まあ、どん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 詰めていったら最終的に出来上がったのが、まあ、今回 の, その鈴木さんにお送りさせてもらったシャツなんですけど、はい、そうだから、はい、もう本当に自分の中で本気で向き合って初めて作ったシャツなんですよ、はい、それ以外は僕まだそこまで正直作れないんですけど、うん、T シャツとかだったらまあ作れますけど、でももう何でしょうね、まあ、今でもまだまだこうクオリティ上げるためにちょっとあ、まあ、職人さんとか別の方に聞きながら今作ってるんですけど、岡田君の方は、はい、特にまだそういうのをやってるわけじゃないのね。僕は多分あんまり、まあ、社会性がないっていうとおかしいですけどなんか絵描いたりとか音楽を作ったりのは好きなんですけど、あんまりなんかこう世に出すまでなんかこうそこまでなんかモチベーションはなくて、洋服をやってるわけじゃないないですね。ただ彼がやってることと一緒に話して、でそれをこう具体化させながら、うん、まあ多分雑談みたいなもんなんですけど、でも、はい、ある種の助言をしたり、そうですね、逆にもら
あったりとか、だからデザインできないっていう話したから、あのこれは多分まあ話とか出たんですけど、じゃあ工場なんだからブランドじゃないんだからデザインはしなくていいじゃないかと、うん、じゃあブランドの人たちが手を抜くところじゃないですけど、みんなが気にしないとこに手間暇をかけよう、デザインしない分そこに力を入れようって言って、それは工場ができること、うん、でずっと、縫い目が見えないとか、ボタンが全部見えないとか、あと、ボタンも全部メインにするとか、ね、まあ、細かい本当にそのとにかく縫い目が見えないっていうことに手間暇をかけてって、うん、できたらあんな形になってたっていう、うん、そう、 そういう話からそうやってたどり着いたんだね。そうなんですよ、やっぱりそのたどり着くのにもやっぱこうカレットの多分話をしてる中でじゃないと見えてこないことも、うん、やっぱ自分の中でなんか自分がやっぱ俯瞰して見えてないし全然わからないんですよ。でまあ彼はよく自分でなんかこう親友はホワイトボードだっていう言葉を結構残してるんですけど、うん、何かっていうと、うん、僕が言ったことを彼はこう頭の中でずっと持っとってくれるんですよ、うん、そうデータとして、ね、はいはい、助かるよ、めちゃくちゃ助かるんですよ、うん、だから僕は言ったこととかをもうやっぱ忘れちゃいますし、うん、でふと気づいた時になんかすごいブレたことしたりとかよくしてるんですよ。でも毎回立ちも自分の考えに立ち戻る時にやっぱ彼とこう話して、うん、いやお前山田そういうこと言ってなかったよとか、うん、お前こうやって言っとったからこうなったんじゃないのって言われて、うん、あはっとして、じゃあもう一回その道でもう一回やってみようっていうことができたりとか、なんかこう煙みたいなもんじゃないですか、大切なことって水あ、すいません、あ、もしあれ、いいですか、いただきます、すいません、なんかこうすごく日常的に、まあ、営みじゃないですけど物食べたりとかこうね、なんかこう出すこともそうですけど、何でもこう大切なもんってこう毎日同じ日を繰り返して忘れてきちゃって、もうどん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 分からなくなっていく、何が大切なのか、だけどその言葉を一応話し合って一つ自分のモヤモヤしたものを言葉にすることによって、自分が今何考えとるのかをしっかりこう見極めながら、うん、まあ、ものづくりをそうしていけば、まあ、なんかこうあるとこにはたどり着くんじゃないかなと思って、うん、そうですね、そうだからなんかよくわからんって言った時には、あの俺がね、うん、いやこうやってないのって言うと、あ岡田お前いいこと言うなって言うけどお前が1年前言ったことやぞってよくそういうことあるんです、まあ、それあるよね、そうなんです、やっぱそうなんですね、うん、社長なんだよね、いや一応名前が、はい、あのもう山田縫製工場なんで、もう自分がもうなるしか、もともとは違う名前だったんですよ、うん、ああそうなんだ、はい、もうカタカナの名前で、カタカナで、だけどまあやっぱこれから自分としてやっていかなきゃっていう、まあ意思も込めながら、うん、3代目やっていかなきゃ、まあ、そうですね、うん、3代目なんですね、一応まあ、はい、正式に2代目になるんですかね、会社としては、まあ、でもまあそうですね、医師、ね、はおじいちゃんがやってたんだったら、はい、そうですね、なんかこのままじゃだんだんしぼんでいくから、うん、シュリンクしていくから、うん、まあ、なんかこう行って打たへんとと思って、ね、うん、僕自体も絶対に縫製工場を継ぐとはあんまり思ってはなかったんですけど、うん、でもまあ僕三男ですね、兄弟の、うん、一番成功で三男なんですけど、うん、まあ、兄たちはもう全然違う仕事してて、あそうなんだ、そうなんですよ、それで、まあ、でもなんかいつも親父にから手伝わされるのは多分僕が多かったりとか、そうなんだ、なんかちょっとその時からこう策略があったのか分かんないですけど、例えばそれでその僕も、はい、フックはそのまま流れで好きになってっていうのでそのままやってるんですけど、まあ、家族の中でも気が合わないありますもんね、あるもんね、だからお父さんと多分すごい似てるんです、僕から見るとそうすごいお酒飲むの好きやし、同じ人やな、うん、そう同じで僕ら多分よく話してて思うのが、もうそろそろいい方向になんか、例えばまあある種、まあ、ものづくりのことそんな語れないですけどとかも、そっちの方向にもう思想的にというか考えが流れてくんじゃないかなってずっと話してて、うん、なんかそれ何かっていうと、例えば今服で多いのってどうしてもエコとかサステナブルとか SDGs とかあって、まあやっぱり言うんですけど、でも僕の中で結構疑問が残ってて、なんか結局そのエコとかサステナブルとかっていうの自体それ
ものそのものこそがなんかただファッションになっちゃってるというか、流行りないね。そうなんです。結局は流行りしたりの流行りが来てるだけ。俺もそう思うよ。はい。で、その流行りが行き過ぎると結局それがビジネスになってってなると、そもそもエコとかサスティナブルって。あの、なんていうんですか、そんな言葉なかったはずなのに、要するに自然っていう言葉が、不自然があるから自然ができたっていうのがあって、まあ僕ら本当それよく話すんですけど、今明らかにそんな世の中になってるから、だから、まあ僕の、まあすみません、シャツの話になると、やっぱり、そのもの、その悪いというか、まあ僕として良くないなと思う方向に行ってるんだったら、僕はそれをやるべきじゃないなと思って、だったらその、ことを本当にもっともっと正しいと思って納得できるものを一個一個 じっくり作ることにやっぱ目を向けないと、で物を作ることは多分まあ繊維なんて特にもう畑の面を使って、でミシンで電気を使って、でまあそういうまあ人が何か生活しながら、その中でやっぱ僕らも作って生業としてるんで、だからどうしても地球を汚すね、汚すし負担なんてかけてやっぱ絶対叱るべきだし当然だと思うんですけど、でもそれを少しでもちょっとこう抑えるというか、ちょっとでもその負担をなくすようなやり方できるじゃんって僕はもっと思うんですよ。でもっともっと大きな企業がやってくれれば早いなと思うんですけど、そういうわけにもいかない。経済活動がね、そう、そこが僕らのこう、まあ、ある種のこうなんですかね、心の中でずっと持ってるものだからこそ、なんか自分として納得できるもの、嘘がないものを作りたいということで、まあそれがこう結果的に本当の面 100% っていうのになってるとは思うんですけど、やっぱりだって自分で何かやってきて、はい、やっぱ本当に面白いと思ったことやった方がね楽しいし、うん、あそうですね、それは本当にそう思うよね。だから結果なんか考えたらやってられないもん。ああなるほど、うん、ただなんかそのやっぱりそれを伝えるにものにもやっぱりなんかすごい時間もかかりながら、今すごい焦っていながらこうやってやってるんですけど、うんうん、だけどこうまあやっぱりそのまあ汗まみれで鈴木さんが言ってることとかを、まあ、僕らよく聞いて、まあ、あの時ああいうこと言ってたしっていうのも参考にしながらというか、いや本当にそうなんですよ。でも会った時に、はい、汗まみれ聞いたってありがとう、嬉しいな、まあ、我思うに我なしのね、そう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 、そうあのとかすごいこう話して、あんなの覚えてんだ、いやもうすごいあれはね感銘受けるよね、うん、でも本当ないよなっていう話に、でもう一個、まあ、で僕本当にこのもうシャツのごめんなさい何回も話して、あの鈴木さんがおっしゃってて、まあ、その言葉に救われたんですけど、まあ、そのシャツ作ってる段階の時に、多分僕のやってることきっとこれで正しいと思うけど、でもそれが言葉にならなかったしとかっていう時期があったんですよ。その時にちょうど汗まみれで鈴木さんが、人間には2種類いるって言って、うん、1種類は目標を決めてそこに向かっていける人、でもう1種類は目の前のことをコツコツやることで開ける未来がある、うん、で僕はもともと20代の頃とかってこの前者しかもしかしたら成功者いわゆるものはいないんじゃないかって、世の中の風潮もそうだし、みんなそっちの方が正しいって言い方するんですけど、でもそこにいる自分は全然納得してなくて、なんかこうちょっと違うなって、でもそれを言葉にできてなかったんですよ。その時に汗まみれで鈴木さんがおっしゃってた言葉聞いて、あそれでいいんだって思って、いやまあそうやって言ったらもらうと、ね、嬉しいけれど、後押しされて目の前のことをやって、うん、それでまあこうやってやってたからこそ今こうやって、まあ、ある種鈴木さんにお会いできたのかなとも思いますし、それはね、だけどそのことってね、はい、まあ、どっかで僕喋ったか書いたか忘れたけれど、はい、そしたらね、とんでもない人から僕手紙もらったんですよ。え、はい、私はって女性なんだけどね、旗から見たら目標を持ってそれに到達すべく努力するって見られがちだけど、実は違うって、鈴木さんの言ったように目の前のことをコツコツやってたらこんなになりましたって手紙をくれたんですよ。で誰かなと思ったらね、俺らの世代には大変な人なんですけれど、ユーミンっていう人。ああ、いや知らなかったらピンとされるレベルやな。中島みゆきのライバルやん。びっくりしたよね。そういうことに引っかかる人なんだなと思って。本当ですね。面白かった。あ、じゃあユーミンは目標を持ってやってきたわけじゃなくて、じゃないと、はっきりそう言ってた。自分でね、そういうことをね書いてきてくれたね。はあ、うん、じゃあ
そうなんです、ね、すごいね、体現しろね、じゃあそれは、そう、ね、目の前のことコツコツ。いやだってね、俺なんか目標なんか持ったことないもん。いやそう、ちょっと確かに先週ぐらいのやつも書いて、ね、聞いてますけど、はいはい、自分がないとかおっしゃってますけど、いやめちゃくちゃ自分があるやん、言いながらそう、だから自分があるからそう、自分がないって、そうかそうか、自分がある、ない人はさ、気づかんやん、俺気づかんから、そう、僕はそう、なんかそんな気がしながらね、そう、そういう話ばっかりしてます。だってそれは俺自分だって若い時、はい、何になったらいいのって本当に分かんなかったよね。これ真剣に考えたよね、どうしようって。そう、はい、うん、それあのね、格好つけるんでも嘘でも何でもないもん、はい、だからまあ結局は週刊誌の記者になるんだけど、それだってある人のおすすめ、はい、うん、多分合ってるから受けてみなよって、そうしたら